蛍光共鳴エネルギー移動を表す、ヤブロンスキー図。水平に並んだ線分が分子の固有状態。上向きの矢印が、冷気過程。下向きの矢印が、緩和過程。波状の矢印まで入りする、光エネルギーを示す。ヤブロンスキー図は、分子と光の相互作用を説明するための、エネルギー状態図。名称は、ポーランドの物理学者、アレクサンデル・ヤブーニスキーにちなむ。 急行や発行、昇降などの過程では、分子のエネルギーやスピンタ重度が様々に遷移する。ヤブロンスキーズは、これらの過程を視覚的に表すために用いられる。ヤブロンスキーズでは、分子の固有状態を水平の線分で表し、エネルギーの高い状態が上になるように縦方向に並べる。ただし、一重項と三重項のように、スピンタ重度の異なる状態。 あるいは別の分子の順位などは、それぞれ異なる重列として並べる。必要に応じて、S や T などの高記号で説明をつける。電子順位を太い線、振動順位をやや細い線で表すこともある。回転順位は一般に省略される。冷気及び緩和の過程は、関与する固有状態をつなぐ矢印で描かれ、急行や発行などの副車過程は、直線矢印、 振動緩和、内部転換、交換交差などの無複写過程は、波線矢印で、それぞれ表現される。繊維過程の内容を明確にするため、X、M、VR、IC、ESC などの説明が付けられることもある。冷気及び緩和に関わる複写は、これらを表す矢印に出入りする、波線矢印として表現し、光子のエネルギーを表す H 入を加える。 ありがとうございます。